す。ダイダラでーす。さあ、なんかなんだっけ、トレジャーで、なんか、よくわかんないダンジョン攻略したらね、なんか砂漠に出ちゃいました。ピラミッドね。何？地震？うわー、何クロスクロスしてた？ゴー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 。何？うわ、ブリ隊長。吹っ飛ばされたんだけど。何してんの？ララ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 。閉まっちゃったよ、ドア。マックも来たんだね、みんな。ウィスパーかわいそう。大丈夫？ひどみなとでウィスー。なになに、モコモコしてんのは誰？どっかで見ていた気がするでウィスー。え？土の子？誰？モグラ？なやお前。パミューン。あたち、デバビ、ヌータイリク初めて？ヌータイリク？面白いものがいっぱいあゆんの持ち帰ってたら、だからもめちゃかるかもね。うふふひょいじゃわたね。超慕ったらせなお前。バイバイ、モグラね。何者にゃーん。ヌー大陸って名前わかったんだ。よーし、俺たちバスターズはこのままヌー大陸の探検を始めるぞーい。さあ、探検スタートでーす。トレジャー T、トレジャーは、トレジャーはもう T じゃないよ。妖怪ウォッチバスターズトレジャー探索ミッションのヘルプでーす。いろいろ追加されたみたいです。あれ、ピラミッドすげーちっちゃくなってんだけど。どこからも入ることができないんだ、ピラミッド。ヌー大陸下画面見てもらったらわかるんですけど、めっちゃ広い。ねえ。とりあえず、下矢印に沿ってね、下の方行ってみきましょうか。オアシスだ、ここ。何してんの？よし、バッチリだ。何バッチリ？腰を据えて僧帽剣するためには拠点があった方がいいからな。バスターズの基地を作るぞ。ここに？どうすんの？誰もいないよ、でも。キャンプ。テント立てたね。どこから持ってきたんそれ。ついに完成だ。バスターズの新たな拠点となるバスターズキャンプ。そのままやな。なんか、ジープもあったり。ねえ。いい感じじゃーん。なんか。おー、素晴らしいデビス。ここを拠点にヌー大陸冒険してこう。さて、バスターズキャンプにアイテムボックス用意しておいたぞ。あっちにアイテムはボックスに保管で、装備の変更もできるよーっていう。ちなみに、ダンジョン探索中のポーチには9個しか入らないからな。うまく作って、空きを作っていけよって。オッケー。とりあえず、俺さっきやってみて、メンツがね、やっぱ、気になった。メンツ変えたい。ちょっと、頼むわ。入れ替えよう。誰がいいとかある？ちょっと教えてくれよ。入れ替えよう、とりあえず。アタッカーがいいでしょ、やっぱ。アタッカー。アタッカーを、土蜘蛛とか、俺、オロチ好きなんだよな、オロチ。オロチ使いてえな。あと、ドジラとか、ジバニャン劉備とかも、ねえ。突撃ラッシュ三段攻撃っていうのがなんかすごいいいかもしれない。ジバニャン劉備好き。コマジローとかね。チョコボニャンチョコボニャンもありかもしれない。でもレベル足んねえよな、多分。ねえ。アタック威力で見ると、誰が高いだろう。アタッカーだったら。物理がいいな。力が高いキャラクター。ねえ、スピーディーダブル、カンフーマッハ。カンフーマッハはヒーラーもできて、殴ることもできて、ウルトラ強いやつです。じゃあ、ちょっと悩んでもあれですので、どちらって何でもできる。タンクもできるし、ねえ、強い。ジバニアンレビ使おう、俺。で、エルシャクレロがちょっと使い方よくわかんなかったけど、レンジャーの影村さんがいらないかな？影村さんを変えましょう。で、映画妖怪ウォッチ。僕は実を言うと今日見に行くんですよ。今日。多分今日見に行って、今多分、この動画を公開した頃にはもしかしたら俺は見てるかもしれない。妖怪ウォッチ映画を。ねえ、わーってね。で、コラニャンどこ？コラニャンどこ？コラニャン。上の方にいるかな、コアラニャンは。ちょっと待ってくださいね。じゃあ、コアラニャン入れちゃいましょう。いた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 。コアラニャン。ね。
入れます。で、あと一体アタッカーをなんか入れときたいな。で、アタッカーをねえ、百鬼姫入れとく。回避ってのがダメだな。武神の構え、猛毒の術、陣、キュービか。大釜、誰がいいだろうね。これって難しいよね。百鬼姫連れていこう、かわいいし。はい、じゃあちょっとメンバーかなりね、変更さしました。こんな感じでいきたいと思います。ジバニャン、リュービー、カンフーマッハ、百鬼姫、コアラニアンでいこうと思います。ジバニャン、リュービーが大丈夫かな。なんかオッケー、じゃあちょっとこれ見てみましょうか。アイテムボックスだよーっていう。ダンジョンではいろんな装備が手に入る。武器と防具があるよーっていう。でもね、武器と防具がね、かなり重要らしいんだよ。なんかねえ、めっちゃ装備しよう。一個ずつ装備できるよーっていう。メンバー入れ替えても装備はそのままだから気をつけてくれって感じで。強い装備はレベルアップ以上に効果があるぞっていうね。だから本当に装備を大事にしていきたいと思います。じゃあ、待て、とりあえずなんか適当にボックスの中にね、いらなそうなものを突っ込んでおこうと思います。で、なんだろう、よいしょ、預けて、で、なんかいるかなーって時には全部ボックスパンパンだったら売っちゃえばいいので、ね、とりあえず手に入れたものはガンガンと預けて、装備はガンガン手に入れて、ガンガン装備するっていうのをしっかりやっていこうと思います。はい。ウィスパーどうしたの？何してんの？ウィスパー、お困りですか？言うのよかしずね、私にお任せください。日記書きたいときはさっと日記帳を用意し、何か知りたいときにはさっとヘルプを見てじゃなくて教えて差し上げますよ。ウィスパーに困ったら全部やってくれたらいいんだ。ウィスパーよろしく。いや、特に何もねえわ、ごめん。マック何してんの？見たことないようなお宝眠ってんだろうな。お、俺じゃん、ダイダラちゃん。はい。さあ、ちょっとお宝探しのため、今回も一回冒険に出てみたいと思います。行くぜ。いいよ、準備できたよ。ヌータイリング冒険できるぞ。バスターズ・トレジャー行動開始だ。トレジャー、バスターズじゃないの？トレジャーとは財宝だ。バスターズ・トレジャーとは、財宝を追い求めて冒険する、命知らずな特別チームのことであります。さっき、デバミというやつがお宝見つかるかもと言ったからな。探そう。では、ダイダラ君、向かいましょう。さあ、早速行きましょうか。ヌー大陸を冒険しよう。どうしたらいいの、ヌー大陸冒険って。適当に歩いていけばいいのかな。あ、なんかマップで、ここなんかあるぞ。ちょっと行ってみようぜ。なんだ、ここ。霧が晴れて、前方後円墳。なんだろう、ここ。怪しい謎の遺跡で、ウィスー。待つにゃん、陽気感じるにゃん、人間には危険かもしれませんね。バスターズキャンプ戻りましょう。うわ、ダメなんだ。サブリー隊長に報告しよう。全ポコエイフン。俺、この前、実を言うとレベル5の番組出てたんですけど、その時に、全ポコエイフン攻略しましたね。ここで出てくるボス、俺知ってるんだよね。結構強いよ、勝てんの？はい、まあいいや。とりあえず、ブリー隊長に報告だ。やばいっすよ、あそこ。超強そうっすよ。ところであります。見つけていたぜ。冒険の匂いがプンプンするやつな。ほう、遺跡か遺跡か。行ってこーい。ヌー大陸の冒険は始まったばっかりでーす。気をつけてねって。冒険向かう際には十分準備してね。仲間合わせていけよう。仲間の力合わせていけようってことですね。OK。それでは行きましょうか。クエスト。地下室からの大冒険。またしてもやっていきたいましょうか。頑張ります。でもどうしようか、みんな、クリアできっかな。あ、解決？今ので。ちょっとパーティーもうちょっと考えたいな、俺。なんかバスターズってね、バスターズに強い妖怪っていうのがやっぱいるんだよ。誰か知らねえけど。で、そういう妖怪をやっぱ手持ちに加えて、生きてえなっていう。俺の思い。
あるよね。よし、行ってこーい。重要なことだ。妖怪操作だ。すぐ出動できるようにな。外ではダイダラが自らヌー大陸を調査してくれ。で、ダンジョン探索ではチームレベルをチェックしていけよ。チームレベルって何これ。チームレベルで今のチーム全体の強さがわかるぞーっていう。オッケーオッケー。自分のチームレベルは妖怪全員のレベルや装備によって変わってくる。ダンジョンを挑戦するときはおすすめのチームレベルを確認しろよっていう。ずっと高いレベルのダンジョンをクリアするの、挑戦するのは危険だ。だが、おすすめチームレベルが高いほど宝箱がヌーパーツが出やすくなったりするのからな。チームレベルに合わせて強さが変わるダンジョンもあるっていう。はい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 。すごいぞ。で、これが楽しいんだよね、協力プレイ。誰がやろうよ、俺と。で、帰れんのかって。ね、雲外鏡を発見してもらった。あら、雲外鏡でワープだ。はい、ということで、じゃあ今からやっていきましょうか。チームレベルは今、12ですね。多分低い気がする、この12っていう数字は。まあ、いっか。ね、地図見ていきましょうか。あれ、前方向 A 分入れないんだけど。出て入んだ、これ。ちょっと待ってくださいね。あれ？キャンプここじゃなかったっけ？下っ側か。ブリ隊長から直接行くのかな？さあ行きましょう。ダンジョン選びましょうか。前ポコエイフン。おすすめチームレベルは5ですね。あ、じゃあ全然楽勝じゃん。行ってみますね、ここ。フロス5です。頑張りましょう。俺は前なんかやったやつと全然違うの。簡単なとこですね。5階までしかないので。一緒に攻略しちゃいましょう。来て来て来て。出発だ。いや、バスターズ今この、ね。これ乗っていくぞ。さあ、バスターズそれじゃあ出発。ふぅ。なんか妖怪ウォッチのテーマパークとかあったらこういうジープとか乗せてほしいよね。オッケー。右下の移動中かわいいよね。さあ到着しました。前方向 A 分。探索スタートじゃ。行くぜみんな。ついてくるのじゃ。さあジバニアン劉備使ってますのでね、ポコポコ殴ることができます。ジバニアン系が優秀なんだよね、ぶっちゃけ。さあとりあえずどんどん拾いながら行きますか。よし。おぉ。え、めっちゃダメージ食らうんだけど、ちょっと待って待って待って。え、強くね？マイルニアリーじゃねえよ。おぉ。ミニ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 。さ、宝箱も落ちてる。開けちゃおう開けちゃおう。術の秘伝書。いや、術の秘伝書とか落ちまくってるのって相当やばいと思うんだけど、これ。マイマイマイルナリーっていう。意外と、攻撃力足んねえかもな。これ大丈夫かな。あ、でも、みんなで殴ればすぐやっつけれる。オッケー。ナイスナイスナイス。敵めっちゃいるなぁ、ここ。あ、いろいろわからなくなった。罠踏んじゃいましたね。妖怪によってはね、罠が見える妖怪だったり、ね、階段の位置がなんとなくわかる妖怪だったりとか、なんかいろんな妖怪がいるらしいんですよね。罠多くないか、これ大丈夫かよ。おっと、見えないぞ、敵。なんかいた、鎧さん。かてぇ。かてぇな、おめぇ。オッケー。さあ、鎧さんもやっつけた。お、罠見えるだ。使わなくていいか。それ、やめたいし。全然やっつけれんな。いや、でやっぱカルラより全然いいわ。やっぱ殴ってやっつけれるから、早いんだよね、やっつける速度が。彼ら一回貯めなきゃいけねえから、まあ、仲間に一人は欲しいんだけど、若干めんどくさいよなってやつ。ね。じゃあちょっと、マップ、全体マップ表示使いましたので、マップ使っていきましょうか。さあ、コインも拾って、よいしょ。めっちゃ落ちてんだけど、これ。ありがとうございます。ヌーパーツ出てくんねえかな、ヌーパーツ。銀行ケース。オッケー。で、通路も取っていきましょう。これ、丸見え地図をね、いかに早く拾えるかが、割とかかってる気がする。ね、
カメラワーク、あ、そう、変更できるんだよね、これ、向きも。ちょっとなんかさっき見づれえなと思ったんだけど、角度ね、変更することができますね。それでガンガン変えていきましょう。敵結構邪魔だなぁ。オッケー、じゃあもうこのまま行っちゃおう。先行くぜー。さあ行きましょうか。下の階へ。さあ次2階です。全5階ですからね。サクサク行かないと大変なことになっちゃう。え？もう敵いるの？さあ、宝箱この辺に2個あるぞ。いいぞいいぞ。ほらほら、カブトさん邪魔邪魔邪魔。味方強いな。お！さあ、お宝ゲット、剣ゲットだね。マジで装備はすぐしよう。ちょ、これ何？縦縦縦縦。縦頼む、縦。開かねえ、開かねえ、なかなか。お、必殺、あ、それも全然いい。さて、あれ？剣拾ってないじゃん、俺。ね、見習いの刀。よし、これも装備させましょう。さあ、行きましょうか。また探索開始です。続かなそう。結構倒してるけど、あれだよね、なんか、妖怪、お友達になるにゃんって人、全然いない。よいしょ。でも、俺、このバスターズで一番ね、困るのは、やっぱ、ほんと階段の位置がわかんないことなんだよな。いや、もうそれは当然なんだけど、なんだっけ、ウィスババアだっけがいれば、階段の位置がなんとなくわかるんだよね、なんか。で、そって聞きました。だから、ちょっと欲しいんだけど。なんか、買わなきゃいけないのかな？妖怪のなんか。買うか。今日ね、俺、おもちゃ行ったんだけどさ、エンマブレードのやつ。エンマさんの剣。あれ売ってて、ちょっと俺買っちゃおうか悩んだよ。あれちょっと、わ、かっけえじゃんっていう。うわ、痛い、たらい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 たらやめろやめろやめろ。いや、みんなが思ってるグッズって妖怪ウォッチの。俺はね、初代の妖怪ウォッチと、ね、ゼロ式ね、だけ持ってる。うお、罠多くない？ちょ、見えない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 。何、何、何、やめてください。すげえな、これ。勘弁してくれよ、よし。じゃあ次、こっち行こう。階段ありますように。ないの、あ、あったあったあった。オッケーでーす。さあ、次、3階です。即階段とかってないのかな？さあ次敵さん、たらい回しちゃう。でも自分の攻撃一撃でやっつけられないってことだからな。ここって結構レベルがね、さあったはずなのに。今俺レベル、チームレベル12なんだけど、ダンジョンのレベルじゃあチームレベル5ぐらいなんだよ。ねえ。それでも結構ダメージくる。あ、階段あった。ワープ？え？ちょ、階段直前でワープでノーマナーですよ。嘘やん。え、それってひどない？なんか。え、だって、え、目の前に階段あるわーみたいな。よっしゃー、階段入ろうって時に。ねえ。ワープって。地形忘れてしまったって最悪やん、これ。はい、到着しました。階段手前でワープってやばいでしょ。もう隅っこ歩かなきゃいけないじゃん、こんなの。なあ。あれ、もうボス？さあ、4階でーす。うわ、なんか、館みたいなとこ来たな、ここ。よし、続かなそう、やっつけよう。あ、強い。百鬼姫の遠距離攻撃。たった宝持ってる子をやっつけて。あ、大虎だ、おいしい。あ、デバミンいるの？雲海鏡ができて出てきてるじゃん。あ、ドキドキ、友達チャンスだって。ドキドキ別にいらねえかな。さあ、また探していきましょうか。どこだここ。おー、足が滑る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 。おー、滑る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 。さあ、宝箱ある。これなんだ？苦い漢方、美味しいでーす。足滑るのまだな、かかってる。なった。よし、行こう。お、身代わり人形。さあ、この辺りなんか階段もありそうじゃない？ねえ。なんか踏んだ。おー、いろいろわからなくなった。何も見えない。助けてみんな。とりあえず、横にまっすぐ進んどきゃいいんじゃねえの？あ、なんか落ちてる。宝箱。よし。雲海鏡もやっつけて、おいしい。でも、バスターズは本当に、あ、ヌーパーツ出てきた、すげえ。褒めてみんな。すごーい。
ヌーパーツってね、レベル高いダンジョンじゃないと出ないと思ったんだけど、意外と出るんすね。はい。必殺の秘伝書。だから出すぎだって、ほんと、必殺の秘伝書。もうこのゲーム真ん中歩くと罠しかねえわ。さあ、そろそろ、階段あってもいいっすよ。ねえ、あれ、なんもねえぞ。はーい。さあ、もう、残ってる道、あ、やっぱここだな、もう。全部ね、ぐるっと回ってきたよね。さあ、ボス戦でございます。出てきた。うわ、ガラクタくせえ。ガラクタリアン。あの目が弱点だぞ。さあ、やっていきましょうか。さあ、下画面注目をして敵を見ましょう。どうしよう、とりあえず、殴るね。よし、後ろからとりあえず、チクチク、殴っていきましょう。おう。さあ、必殺ダウト。百裂肉牛。何か吐き出したって何鉄くずランナーを言って、何それ。おお。痛い、なんか、バカ、すげえダメージ食らった、今。バキュームだ。待て。みんな大丈夫か、みんな。え、無理。みんな大丈夫？おお、すげえことになってる。楽しそう、みんな。今俺も行くぞ。ほら、マイルなりだ。またなんか吐き出した、あいつ。吐き出すのも無視しよう。あぶね。おお。あ、チャンスタイム入った。今のみんな殴れ。いけ。さあ、ダメージ。全然入んねえぞ、おめえ。くそ。アタッカー足りねえか、これ。ガラクタを剥げさせたら、ダメージ超通るってことだよね。分かった、大体。よし。これどうしたらいいんだろう。さっきでも食らってなかったよね、なんか。おぉ、あぶね。ビッグアームよけて。どうじゃ。さあ、残りもうちょっとです。あとは普通に、エーレンダでやっつけつつ、あ、いいぞ、百裂肉球打てる。吸い込んでくる？させねえよ！百裂肉球！オッケー、あかんわ、わ、自殺、気絶とこ。行くな。あぶねえ。さあ、残りちょっとやのに。最後耐えるな、お前。くそ。ちょっと追っかけましょう。いてぇす。回避使いよかったな。さあ、チャンスタイム。オッケー、これで終わりだ。殴れ、みんな。殴れ。よっしゃー、俺の勝ち。顔やばい、こいつ。さあ、ボスの撃破でーす。やったぜ。さあ、何出るかな。あ、幻影の指輪だ。ここでね、あのヌーのね、パーツが出たりするらしいんですよ。ちょっと待って、そこに罠あるってやばくない？ここ最後のそれで全滅したらどうなんの？え、失敗なのかな。俺泣くね、さすがに。いや、切れるって多分。どうや。はい、手がけて結果となりまーす。ドン。特にレベル上がんなかったね。さあ、ヌーパーツ1個だけゲットしました。で、ギガヘルツ玉になった。お、これなんかあれだよね。合成アイテムだよね。さあ、アイテム。術の秘伝書とか、必殺の秘伝書とか、もろもろゲットしました。そして、49ドル。美味しいです。